おはようございます。オットレギターです。今日はアコギ出張配達の模様をお送りします。今日私が今から伺う場所、神奈川県相模原市です。先日もですね、横浜の方に来ましたので、この神奈川県とはご縁があるのかななんて思うんですけども、今から行ってきたいと思います。今日はですね、買い取りのギターが数本ある予定なので車で行ってまいります。この名古屋からですね、約300キロぐらい、時間にして4時間ぐらいですね。さて、どんなギターを買い取るのか、どんな旅になるのか、ぜひ楽しみにしておいてください。そして恒例となりました、アコギ飯。今日はどんなアコギ飯が登場するんでしょうか。ぜひお腹すかして待っててくださいね。ではですね、今から安全運転で行ってまいりたいと思います。ちょっと行ってみたいと思います。これは波が多いですね。中断も効きますね。珍しい。合計でこんな私は今浜松サービスエリア上りにいます。ちょっと見てみたいところがありまして寄ってみました。ちょっと行ってみたいと思います。
今お客様のご自宅の近くに到着しました。今から商談行ってきたいと思います。商談の模様はお客様に交渉して、もし OK だったら撮影したいなと思いますので、ぜひ楽しみにしておいてください。では行ってまいります。じゃあすいません、改めまして、私はオプリアギターの中澤と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。はい、まあ、うちのお客様でアダマスお好きな方っていうのは、はい、やっぱ70年代80年代、青春真っ盛りだったっていう方が結構多いので、そうですよね。そうすると、まあ、自分の中の勝手な先入観で、はい、結構先輩の方かなと思ったら、はい、すごくお若いので、びっくりしました。ちなみに ご年齢を。僕は31です。あ、30歳じゃん。ちなみに、まあ、今回、はい、まあ、今からアダマスを見させていただくんですけども、はい、そのアダマスにハマったというか、ハマった理由ですか。はい、まずやっぱ千春ですかね。千春さんですか。はい、お若いのにっていう感じですけど、はい、まず子供の頃に親がやっぱ千春聞いてて、ああ、なるほど、その影響で。なるほど、はい、ああ、その親御さんが聞いてて、それを小学校のうちとかにもう、その生活の中で聞いてて、そうです、聞いててですね、いつの間にか好きになってしまったみたいな。そうなんです。で、実際によく 見るようになったのが、やっぱ20代になってから YouTube、はい、で見出してからで、はい、やっぱり千春見るとやっぱり浜翔とか、はい、やっぱ尾崎とか、はい、やっぱそこら辺に行ってしまう、はい、ああ、なるほど、そこにアダマスがあったっていう、なるほど、感じなんですね。確かにそのアーティストの、はい、共通点はやっぱアダマスですもんね。ありますね。そうなんですね。なるほど、なるほど。はい、そして、復刻して、はい、結構は、すぐというか、そうですね、復刻したところらへんなんですけど、すごい綺麗ですね。そうですね、僕、本当は弾きたいんですけど、はい、やっぱアダマスとなると、はい、やっぱそれなりに練習して、腕が、はい。もう上達してから弾きたいなって。ああ、なるほど、なるほど。さすがにちょっと練習では使いたくないなって感じで。そうだったんですね。じゃあもう大切にもう、いつも見てたといいような、はい、そうです、見るだけです、本当に。いいですね。なってますね。いいですね。すごくいい状態。よいしょ。はもうなんか蓄電されてるんですか。電池式になってまして、簡易的な確認用になります。テクが買った時はかなり新しくて、はい、使った形跡がほぼないんですよ。あ、なるほど、なるほど。それでちょっと結構あれですね、はい、この年のものっていうラメが多いですね。そう、意外に多いんですね。ラメ多いですね、これ。ただなんかピックガードのあれがないんです。あ、透明の、はい、あ、そういえばそうですね。また年代によってちょっと仕様がいろいろ違うのがまた面白いところでもあって、はい、なるほど、なるほど。珍しく、はい、結構正常なんです、うん、
結構聞かないものの方が多いので、はい、これは貴重ですね、はい、ありがとうございます。わあ、すごいゲームね。ペグもすごく綺麗ですね。ペグもスムースなんですね。はい、よしよし、はい、ちょっと見させていただきます。ありがとうございます。よいしょ。これはまた、やっぱりラメが多いですね。そうなんですよ。びっくりしました。最初。そうですよね。なるほど。ほんほんほん。ほん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 。なるほど、なるほど。いいですね。なるほど。太いですね。やっぱちょっと違うんですね、それぞれ。そう、違いますね。へー、すごい。なるほど、なるほど。はい、行きます。ストロップピンがあるんですね。そこが変更されてるんです、ね、なるほどなるほど、わかりました、はい、教えていただいてた、はい、あのまあ、その状態以上に、まあはい、すごい綺麗だなっていうふうに思います。はい、すみません。よいしょ。一応まあ付属品がちょっとあのストラップ品に。あ、なるほどなるほど。はい、ありがとうございます。よいしょ。という感じですね。衣装3点で。そうですね。衣装。はい、かしこまりました。よいしょ。では一応、はい、あのメールの方で、はい、あのお伝えさせていただいた金額、はい、まずこの GT の方が、こちらの方はマイナスポイントもなかったので、はい、金額でやらせていただきました。はい、で、1587、はい、こちらの方も特に問題はなかったので、はい、マイナスなしで、はい、でこちらの方ですね、はい、大体いただいたんですけど、はい、こちらの方はですね、想像以上に状態の方が良かったので、はい、一番、マックスというところでマイナスなしでやらせていただきますと、はい、一体、まあ、合計でこんな感じですけど、もう大変ありがたいです。大丈夫ですか？はい、かしこまりました。ありがとうございます。はい、ではそのようにさせていただきます。ありがとうございます。はい、全然お聞きしてた以上にすごくいい状態だったんで、はい、良かったです。何ですか、ちょっと教えてほしいことがありまして。気になってたんですよ。それ気になってまして、すごくこれ状態ですね。失礼します。ありがとうございます。はい、リフレットが必要かなと。あ、なるほどなるほど。ですけど、わ、すごいな。リフレットかすり合わせ、どっちがいいかなと思うんですけど、うん、ほうほうほう。そうですね、ここら辺がへこみが一番減ってるんですけど。なるほどなるほど。このぐらいだったら大丈夫ですよ、はい、まだ、うん、そうですね、まだ、うん、全体的な高さはあるので、はい、すり合わせでもまだ全然いけるかなと思います。そうですね、それでちょっと聞きたかったです、うん、そうですね、まだいけます。あ、ありがとうございます。あ、でもいいですね、すごく。なるほど、やっぱオーラがありますね。やっぱ雰囲気違いますね。なるほど。これいつぐらいにご購入されたか。これはつい最近なんですけど。あ、そうなんすか。なるほどなるほど、ラッキーですね。そうです、ラッキーなんです。なかなかこんな綺麗な個体、そんなないですよ、ほんと。なるほど。やっぱ最終的にはあれですか、その、千春さんの使ってた78年がいいなとか、そういうのもあるんですか。いや、でももう状態によりますね。状態による、なるほど、ね。もういいものがあれば、そういうことです、ね。頑張りたい。なるほど。まあ、出会いですもんね。そうですね。特にこういったものっていうタイミングですもんね。なるほど、なるほど。まあ、うちでも、78年のこの、はい、ポジションマークがないやつを、つい最近扱ったのが多分、千春さんと20番違いでしたね。はいはい、まあ、本当にそういったものも、タイミングで出てくることもありますからね。はい、そういうところでまた出会うといいですよね。
先に買い、買い取るとしたら、そうっすね、これが買い取りだと、どうだろうなぁ。ざっと安く見積もってる。そうですね。いや、でも50万ぐらいは。50万もうつきます、つきます。全然つきます。全然つきます。11年だって。そうですね。まあ、そうですね。70とか80とか、そういったところは、今だったらつきますし、まあ、この先もっと上がる可能性もありますし、まあ、この辺のものは価値は下がらないと思うので、よっぽど世界のスーパーアダマスですからね。そうですね。なのでそういった面では日本だけじゃなくて海外からのその価値っていうのも十分にあると思います、うん、やっぱりアメリカは人口が全然違いますから、はい、まあ、本家でもありますしね、うん、そういった面ではすごく貴重なもんじゃないかなと思いますので、はい、大切にしていただければと思います。いい、はい、ありがとうございます。どうぞ。ありがとうございます。はい、ということで今商談の方が終わりました。無事商談成立でございます。どうもありがとうございました。まずギターなんですけども3本ともオベーションスーパーアダマスです。またですね、年代もそれぞれ違ってすごくいいギターでしたので、また皆さんにね紹介できる日は来ると思いますので楽しみにしていただければと思います。そしてお客様なんですけども驚きましたね。31歳ですよ。しかもですね、千春さんが大好きだということで、その千春さんの影響でアダマスが大好きになったということをおっしゃってましたね。いやもう本当嬉しいなと思います。こうして31歳のまだお若い方がですねスーパーアダマスが大好きだっていうのがすごく僕自身嬉しいなと思います。今回ですねご売却の理由なんですけども、まあ、最後にですね見せていただきました。そのお客様は、1981年製のスーパーアダマスをお持ちになってて、しばらくはもうこれ1本で、ちょっとギターライフを楽しむということで今回、まあ、整理ということで、当店にご売却していただいた次第でございます。そして最後に夢とか何かあるんですかとお聞きしたらですね、なんとシンガーソングライターになるというのが夢だそうです。アダマスを持ってステージに立つというのが夢だそうです。素晴らしいですよね。で僕はお願いしました。ぜひビッグなアーティストになって今お持ちの81年のスーパーアダマスを持ってステージに立ってください。そしてスーパーアダマスの素晴らしさを広めてくださいということをお願いしてきました。ぜひ成功していただきたいなと思います。ということで今から名古屋に帰りたいと思いますが、その前に恒例の腹が減った、アコギ飯。よし、店を探そう。カツ丼とそばセットで、はいはい、おそばとご飯両方とも大盛りで、はい、おそば冷たくていいですか？冷たくていいです。はい、わかりました。お願いします。
あ、ごちそうさまでした。ありがとうございます。すごく美味しかった。またこちらお一つにやってください。はい、おります。今度は店頭食べたいです。梅干しもおいしかった。すいません。ありがとうございます。皆さんに受けてくれて。また来ます。どうも。めちゃくちゃ美味しかったです。では、今から名古屋に帰ります。できるだからできるで